いやー、かわいそうに。頑張れ、ハイータ。負けるんじゃねえ。はい。というわけで、ハイータのイベントを一旦ここまで進めました。で、さらにね、進めていくために必要なものっていうのが、ここにあるので、デクタスの大昇降機から、こっちの方面に向かっていってね、ここの、教会目指していこうと思います。で、これ取った後、向かうのはベイルム教会だね。で、ここちょっと注意なんだけど、上からね、やらしい気筒で、HP をじわじわ削ってくる輩がいます。ちょっとアイテムは拾わしてもらうけどな。発狂っていうのを蓄積してます。で、このね、崖際とかにね、隠れてもらえば、大丈夫なんですが、ちょっともらいすぎたかな。はい。逆進のボルト、逆トゲって読むのかな。消えるの待っていきましょう。で、下にネズミいるんですが、もうちゃちゃっと登ってください。ちゃちゃっと。もうちゃちゃっとね。登っていただいたら大丈夫です。で、このはしご2つ登っていただいたところにですね、宝箱があるんだけど、この中に、今撃ってる、やばいやつがあります。しゃぶりるの叫び。お、多分みんなで詠唱してるっていう感じなのかな？わかんないけど。うれ。はい。で、これで術が消えました。はい。で、今、デクダスの初号機からこう登っていって、登っていって、ここだね、クルイビーの灯台っていうところに来ました。で、このままこっち、なんか集落みたいなとこがあるんだけど、過ぎていって登って、こういう感じで向かっていこうと思います。で、それ以外にもですね、ここに、割と重要な、黄金樹の化身がおりますので、そいつもね、合わせて討伐しとこうかなと思います。で、ここにあるアイテムなんだけど、しゃぶりりの蚊という、敵に狙われやすくなりますよというタリスマンが落ちてます。過去作にも似たようなものというか、火ダメージが上がったりするようなものもあったんですが、まあ、それに近いようなものと考えていいのかな。オンラインとかで、慣れてる人がね、そのタリスマンをつけてあげておけば、ヘイト管理がね、しやすくなるよというものがあります。衣装とかでもね、それができるものもあったりするので、まあ、気になる方はね、そのあたりもちょっと覚えておいていただけたらと思います。はい。というわけで、侵入者、バイクに侵入されるんですが、これね、戦う前に、一旦奥まで行った方がいいです。祝福を灯す。負けたらシャレにならんのでね。やろうか、バイク。で、こやつはね、祈祷を使うんで、ちょっとね、怖いです。うっそーん。あ、やばい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 。マジかよ、バイク。やってくれたな、バイク。暗いすぎでは？お前も結構ガバいな。で、張り付いて氷やり。いいだろう、お互い。範囲広いよね、この攻撃マジで。いや、それパリーできんのやばくね？あ、やっべ、やっべ。死んだ。いいローリングだ。はい。ビアトって読むのかな？わかんないけど。
シャブリリのブドウのちょっと特殊バージョンをいただきました。で、もう一つがバイクの戦争ですね。これ、かなり強い、重たい槍のジャンルになります。結構強いかな、個人的に。ランスは特にだけど、二刀流できるんだったら二刀流で使ってみたりするとね、結構使いやすさが分かってくると思うので、炎属性もついてるっていうのも合わせてね、ランスを、他の、例えば霊気とかにしとく、もしくは炎でやるとかね、そういう形で組み合わせてもらうとかなり強いです。どっかで実演できたらやっていこうかな。とりあえず、沈めの境界、でバイク倒して、ブドウゲットしたんで、ベールム境界行ってもいいんですが、ここだね、ここにいるデーモンの化身をね、ちょっと倒しに行こうと思います。で、行く前に、ここにね、これ、空裂、狂い火って読むの？わかんないけど。どうしようかな。こうやっていくか。はい。で、石剣がここにありましたとさ。ちょっとこれは はちゃめちゃなルート通り過ぎかな。あそこに見えるかな？デーモン。いるの。いるんだよね。ここを降りれます。ちょっとルートがはちゃめちゃすぎたかも。さあ、というわけで、ここにいるデーモン倒していこうと思います。ほい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 。後ろに避けちゃダメだね。横に避けないといけないんだけどね。ラストだ。はい、というわけでデーモン倒したんですが、ここのデーモンはね、絶対に倒しとかないといけない霊薬をくれます。何かっていうと、こちら魔力の火力アップ、雷の火力アップ、そして聖属性の火力アップ、この3つの結晶をくれます。で、あと炎はって言われたらね、炎はね、こいつが持ってんだね。もうせっかくなんでちょっと倒しに行こうか。で、こっちに来てもらうとね、この辺から下降りれるんだよね。ここ。ほい。ほい。で、今この目の前に座ってる敵なんだけど、こいつが落としてくれる、武器。というか、こいつが持ってる武器と言うべきかな？これ。もしかして出る？あ、さすがに出ないか。技量系最強武器と言われてます。個人的にはちょっとね、挙動が怪しいなと思ってる部分はあるので、バグじゃねえかなと思ってる節があるので、あまり使わないんだけど、マジで強いですよ。めっちゃ強い。技量系最強どころか、普通にどの武器種においても強いと、言えるね、そんな武器になってます。ちなみに、このケイリットにいる、この化身は腐敗してるんだけど、腐敗を蓄積してくるね、やばい、攻撃を打ってくるので、注意が必要です。これね。これ。本当は張り付いといた方がいいんだけど、お、やべえって。くっそ、周りのモブ目。絶対許さん系の。はい。で、あと、呪霊系は炎に、すごく弱いので、しっかりね、炎属性意識してもらうのがいいかなと思います。で、こういう感じで回りながら2回ロリしてもらったら、こういう感じかな。こう振りまいてくるんだよ、こうやってたまに。悪いやつだよな。こうやるとね、当たりませんので。どうした？はい。緑脇の雫結晶。これはスタミナの回復をしてくれるやつだったかな。あとは炎まといというような形になりましたね。スタミナの回復力を高めてくれるものと、あとはこれだね。魔力、炎、雷、聖
それぞれの攻撃を高めてくれるものがあります。で、正直個人的にはなんだけど、それぞれの種族の派生系、例えば地力特化だったら魔力まとい、これは必要かなと思うし、炎とかに特化しやすい進行系とか、あとは筋力系かな、に関してはこれ、炎。で、技量は雷が強くなるので、雷派生の技量系キャラクターなんか運用するんだったら雷とかもありかな。あとはまあ進行系の中で雷の祈祷をメインで使う人とか。で、あと、聖属性に関してもまあ進行系かな。まあ、進行系ビルドの人は割とこの辺全部使いやすいんじゃないかな。この辺。うん。使いやすいと思う。魔術はこれだしね。脳筋系だとこっち。技量だと雷。みたいな感じです。まあ、それ以外のビルドもね、もちろんあったりはするんですが、一応ビルドごとの特徴としては使いやすいのはそういう傾向にあるので、そのあたりも一つ覚えておいていただけたらと思います。というわけで、敗退イベント進めますか。さあ、指の巫女になりますという会話を、リエニエで聞き忘れておりましたということで、改めてベールム教会に行こうと思います。焼けた指につかまれた者だけに生じる特別なブドウ、狂ってしまうと。あげるよ。指の巫女になります。頑張って。はい。で、一旦ベールム教会でできるところまでが敗退イベントの、今行ける範囲の終わりになります。というか、まあ、あと1個なんだけどね。ローデイルの攻略の途中で行ける地下、で、さらにその奥にずっとね、進んでいった先に、敗退が現れるようになります。で、もう、とりあえずここまでで、ほぼほぼ完了に持っていけたと思っていただいて大丈夫なので、あと残ってるのはこいつか。セレンだね。セレン行こっか。はい。ここの、ちょっとなんか崩れたここに、宿場跡っていうのがあったりするんだけど、あとここにね、ちょっと引っ張ってる奴らがいるんで、こいつらちょっと倒しましょうか。痛いっす。痛いっす。タイミング噛み合いすぎだろ、お前。はい。で、ここ、後ろ上がっていただいたら、ここにですね、グレータックスが、はい、あります。怖い。こいつら怖いわ。大物のジャンルだね。どこだったっけ？こっちじゃねえな。これか。よいしょ。はい。すると中に、ボスがいるんですが。よいしょ、カボチャの頭がおります。カボチャ兜の強兵、狂ってんね。で、ここにはね、祝福が出てくるんだよね。なんでかっていうと、この奥に NPC がいるからです。こんにちは、セレン先生。アームセレン。魔術学びたいです。さあ、異端の魔術と自分では言ってるんですが、一応魔術をね、こうやって学ぶことができます。まあ、強い魔術ってどれって言われたら結構難しいんだけど、この奇跡の粒手なんかは割と魔術師の人は好きだったりするかな。この奇跡の粒手の派生系というのかな。好きな人が多いですが、ちょっとルーン持ってないので、アズールの魔法を見せてちょっと自慢しようと思います。さあ、奇跡魔術の復興を手伝ってほしいっていうような形で言われますので、イエス。まあ、基本的にこのゲームはイエスマンになってください。奇跡魔術師はもう一人いる。アズールと同じようにルーサットってやつもいるんだよっていう、お話で、このサリアの封印鍵っていうのを渡されます。で、これでね、ルーサットの場所を、探してこいと言われるんですが、ケイリットの野の東にあるサリア街にありっていうのを教えてくれます。で、ここだね、ミリセントの、教会に来た時に、ここに隠し洞窟あるよっていうのを、ここだね。ちょっとお話ししてたと思うんですが、その中にルーサといます。で、そこのボスもね、一応、今の装備だね、この赤獅子の炎があれば簡単に倒せますので、一旦そっち側行って、探索の方を進めていきましょうか。というわけで、クセレヤマイの教会ミリセントのところに行きます。
あ、ちなみにミリセントイベントはね、有限のイベントじゃないので、ずっとほったらかしといても大丈夫です。ずっとほったらかしといても大丈夫。文字通り。一切触らなくても OK です。はい。というわけで、ここの中に進んでいきましょう。しまった、ランタン買ってくれよかったな。はい。で、ここのマップなんですが、ちょっとわかりにくい部分の作りっていうのがあります。微妙にね、いろいろ隠してあるというか、なんというか、って感じなんですが、この奥だね。はい。隠し扉になっております。で、もう一つ。で、この洞窟結構奥深いんですが、とりあえずまあ、ちゃちゃっと行っちゃいましょうか。まず行きたいルートの方面に、落ちちゃったよ。まあいいや。はい。図らずしも落ちた先にですね、よいしょ。もう一人の死、ルーサットの封印がありますので、まあ、この中に行きます。ちょっと先にボスから行きたかったんだけど。はい、滅びの流星。伝説魔術の一つ。これを受け取ったらね、そのまま、帰ってい行けばいいんだけど、ボス倒してないので転送ができないので、先にボスに行きたかったって話なんだけど、まあいいや。怪しげなやつには関わってはいけない。はい。で、登ってきたら、もう一回こっち側に行きます。ここだね。向かってもらって、ここジャーンプ。で、ここにね、マリカゾウ立ってるので、ボスで負けても、ここから、スタートっていう形になります。この洞窟ね、隠し洞窟のくせにね、奥結構深いんだよね。奥が深い。はい。で、ここ、新しい部屋に入ってもらったら、こっち上乗ってもらって、こういう感じで進んでいくとですね、本当は下から行く人が多いんだけど、こっち側に一応行けます。で、ここね、敵確かいるんだよな。いるんだよな。あ、強いわ、これ。あ、これ強いわ、こいつら。やばいかも。あ、これ死ぬ。やべえって火力。最初から赤獅子使えって話よな。てか FP 瓶持っとくべきだったね。はい、結晶人の位牌、結晶人をね、召喚できるようになります。で、このままね、こっち側降りていただければね、ボス部屋直行のルートになります。よいしょ。で、途中中にも言ったと思うんだけど、このケイリットってさ、あらまあ。ケイリットって普通に敵強いんで、ちょっとしんどいなと思ったらね、はい。そういや、取り忘れてる、このアイテム、取りに来ました。はい。結晶の槍でございます。ここは要は何、結晶人が使ってる系統のものが獲得できるような、そんな場所になっておりますという感じだね。おまけに結晶の投げや。まあ、魔法だね。結晶イコール魔法っていうニュアンスが、今作ではあります。よいしょ。ちょっと今回は位牌もちゃんと使ってね。やーべえ、撃ってきてる、撃ってきてる。痛い、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 痛い。
最悪。エルデンリング開始してからルーンロストとかほぼやったことなかったけど、結構激内してるよ今激内してる。よし、頑張れスケルトン。この向きいいな。どうしよう。やっべえ、タイミングで攻撃された。あぶねえ。マジで死ぬかと思った。いやー、スケルトンの強いところが出たね。スケルトンね、倒した後に、復活を阻止しないと、いつまでもこうやってね、復活してくれるっていう形になるから、強化してない、位牌も強化して、どんどんね、HP 増やしたりできるんだけど、強化してない状態でもこれだけね、優秀な仕事をしてくれます。かなりおすすめだね。はい、というわけで、サリアの隠し洞窟、こんなとこまで来るんだな。かなり奥が深いですね、このマップ。強敵でした。ルールロストしちゃったけど、まあ、よしよししましょう。というわけで、セレンのところにね、報告に行こうと思います。はい、ということで、成功のかけら一つ獲得できました。はい、で、セレンイベントなんですが、ラダーン。のところにいる NPC と関わりがありますので、先に本来はこっち、レアルカリアから攻略した方が難易度的にはいいんですが、今回はちょっとラダン戦やっていこうと思います。で、フラクノ大橋というね、祝福に来ていただきましたら、ここは転送装置が動いています。これ最初来た時は動いてなかったんだけど、アルタ高原に到着をしたっていうフラグが成立した段階ですね。転送装置が動き出して、そのラダン祭という、ラダン、ボスラダンとね、戦える祭りが開催されます。で、この祭り具体的に何なのかっていうとですね、ラダンをこう、みんなでやっつけてしまおうと、そういうね、動きのある、戦いになるんですが、本来は、ここ祝福があって、この祝福のもう一つ向こうの部屋にですね、ボス部屋があります。中ボスの部屋があるんだけど、その中ボスが一旦スキップされる形になります。祭りが開催されるから。で、こういう形で、アレキサンダーとか、こいつだね、ブライブなんかも集まってるというようなお話になります。まあ、それ以外、ちょっと透明なね、NPC 系統もいたりとか、あとは、これだね、これ一応多分クグツなんだよな、クグツ。こういういろんなね、キャラクターと一緒に、倒しに行こうという話をしてるんですが、その指揮を取ってる男、こちら NPC のジェイレンというキャラクターなんですが、このジェイレンが、セレンと深い関わりのあるキャラクターになってるので、ラダンをね、倒してこの場所から動かしてあげる必要があります。はい、というわけで準備が OK なら、OK を押してラダン戦やっていきたいと思います。はい。で、教会の中にね、ここ、はい。探石の6、6だね。かなり高いですね。15から18かな。強化してくれる、探石が落ちています。今回初獲得だね。
はい。で、転送装置が見えると思うので、この転送装置入っていただいたら、ボス戦が開始という形になります。で、ラダンはね、落として倒すとか、いろんなやり方があったりするんですが、今回はまあ、順当に NPC を呼んで召喚して、共闘していくっていうやり方、取ろうと思います。うれ。よっていうサインくれるの誰？あ、お前か。ドラゴスだな。いって。はい。で、近づき方なんだけど、この弓を撃ってきたらですね、ちょっと時計回りで、近づいていく感じかな。こういう感じで近づいていくといいんじゃないかなと思います。で、大きいこの弓を撃ってきたら、射兵使ってもいいし、馬から降りてローリングしてもいいしっていう感じですね。ほい。で、ラダーンは基本ね、足元張り付いた方がいいんだよね。足元張り付くっていうか、ここ？あ、いって。見えんけども。半分過ぎると飛び立とうとするんですが、ああ、うまくダウン取れたね。飛んじゃうか。で、向こうから来るんだけど、このタイミングで海の際みたいなところにいるとね、落とせるよっていう話があったりします。おいしょー。はい、無事撃破というわけで、ラダーンの大ルーン、および星砕きの追憶獲得いたしました。ありがとうございます。ロザリナが死んじゃった。はい。で、今ちょっとムービーはスキップさせてもらいました。みんなの方でね、おのおの見ていただけたらと思うんですが、ラダーンってその隕石を操れるというかね、隕石に関連した能力を持っている、そういうデミゴッド、神だね、神の子なんだけど、どこに隕石落ちたのかっていうと、ここ、ブライブが調査してた、この霧の森の廃墟付近に落ちてます。ブライブがなんでここにいたのかっていうと、ここからノクローンという場所に、行けるんじゃないかというのを、こう、ラニとね、相談をして調べていたっていう話なんですが、ここに落ちてます。なので、ここからね、地下世界に向かって、攻略の方を進めていくことができます。目の前で星が落ちるとはなんて、すごいね、ブライブが活発に話してる。ほら、ノクローンへの道が開いたと。星の落ちた場所で落ち合おう。何のために戦おうぜっていう話をしてます。はい。で、もう一人、アレキサンダーだね。ダメツボだった。割れてるね。はい。というわけで、会話が終わりましたらですね、移動したいなというふうに思うんですが、祝福に座っていただくと、二人とも消えるかな。うん、消えてますね。はい。というわけで、これでね、転送が可能になります。で、ミリ戦闘以外はほぼほぼ今、ある程度ね、絡みのあるイベントを進められたんじゃないかなと思うんですが、一回この広場前の部屋っていうところに戻ってください。はい。そうすると、こういう形で NPC が一部まだ集まった状態になってるんだよね。で、ジェイレンはどこ行ったっていうと、この奥にいるんですが、ジェイレンに会話することで、ジェイレンがこの場所からね、祭りは終わったということで、動いてくれます。で、そうなってくると、セレンのイベントに関連した話にまた繋がっていくので、ここからね、さっさと抜いてもらおうと思います。旅に出ようと思うと。はい。この話が聞けたら、セレンの場所に移っていこうと思います。はい。すると、お願いがあるんだというお話が聞けるので、もう一つの体の場所の話が聞けます。ここだね。ここにいますので、ダイオマリカ教会からこちらに向かって歩いていきましょう。はい。で、魔女封じの廃墟というところにつきましたら、このまま無視してね、
中に突っ込んでいってもらえたらと思います。ちょっと敵多分追ってくるんで、あれだったら、ちょっと霊体でも出しといてね、邪魔させといてください。邪魔だ貴様ら。お、仕事してくれてるね。はい、セレンの元気石。今の話で、それを私自身だというお話をしているんですが、結局のところ、まあ一言で言ってしまえば、セレンは実は空物なんだよね。おもちゃなんだよ。で、その中にセレンの魂を入れ込んで動いているという形になります。で、これ、セルブスの隠し部屋みたいなところの中でも、セレンと同じ人形を見たと思うんだけど、結局、空物なんだよね。はい。で、奇襲のつぶてというつぶてを獲得いたしましたので、このまま一回、ここ、宿場跡のセレンのところに戻ります。セレンがいない。で、ここに本来ジェイレンが来るパターンが多いんだけど、一回これあれかな、祝福座ってみたら出てくるかな。あ、出てこねえや。ジェイレンがいるんだけど、ジェイレンが、そこでね、会話ができて、この異端の魔女を探してると。ジェイレンは実は魔女狩りだというような、お話が聞けます。で、とりあえず、まあ、いずれにせよ、元気石もらったんで、ここかな、ランニーの魔術師塔から、ここだったと思うんだけど、地下室に入ってね、セレンを復活させてあげようと思います。はい、すると、セレンが動き出して、ありがとう、弟子よ、と。はい、という形で、一応セレンが復活いたしました。で、セレンのイベントは最終的にレアルカリアの、大ボスだね、レナラというボスを倒した後に発展していく形になりますので、いよいよね、レナラ、狙っていこうかなと思います。と思ったんですが、その前に大祝福に皆さん寄ってください。タリスマンの枠をね、一つ、増やすことができるようになっております。で、ここだね、おばあちゃんに話をすると、大ルーンが2つ、それを見たのは今までたった一度だけさね、ということで、よくやったなと。アセビトが2つもルーンを獲得するの珍しいよっていうことで、お守り袋を1つくれました。はい。というわけで、これでね、タリスマンが3つセットできるようになりました。まあ、タリスマン構成なんだけど、例えば、ラダゴンのただれ刻印とか、あとは、サソリ系統だね。なんかをつけていくとですね、防御力がどんどんマイナスになっていってしまうので、ある程度のところになったらもう、ラダゴンのただれ刻印なんかは外した方が個人的にはいいです。外してしまって、基本のカット率のある状態で戦うっていうのがいいんですが、ローデイルに行くとね、そのカット率を高めてくれるようなものだったりだとか、いろいろ取っていくことができますし、ちょっとまだ行ってない場所に、物理のカット率なんかを高めてくれるようなものもあったりします。なので、火力系タリスマンと、防御系タリスマンみたいな感じで、使い分けをね、うまくしていただくのがいいかなと、個人的には思うので、まあ、そのあたり、うまくね、皆さんの方で配合していただけたらと思います。まあ、詳細はビルド解説の中で、おすすめのタリスマンなんかは、いつも紹介をさせていただいてますので、そちらを見ていただけたらと思うんですが、まあ、今だったらどうしよっかな。炎の火力上げて、二種構成でとりあえずやっとこうかな。やばいよね、マイナスのカット率。まあいいか。D に話しかけときましょう。で、祈祷をね、学ぶことができるんですが、一旦それはスルーでね、話を聞くんですが、そろそろ D のイベントも合わせて進めとかないといけないかなと思うので、フィアとお話ししときましょうか。で、抱かれてください。そうすると、ひそやかな話という話が聞けます。で、そこでね、フィアからあるお願いが、来ますので、そのお願いを聞いてみましょう。はい。で、一つ目の話聞いた後に、お願いしてもよろしいでしょうかっていうお話が聞けます。そうすると、蝕まれた探検というアイテムをくれます。で、これを持ち主に返してほしいという、話が出るんですが、この持ち主が、D。ではなく D の弟分なのかな、ちょっとわかんない。その辺の詳細がね、まあ、はっきりとしてるのかどうなのか、ちょっと私はそこまで終えてないんですが、D の弟と思
思われる人物、もしくは D 本人なのか、まあ、ちょっとそのあたりがわかんないんだけど、のものだということです。はい。その断片どこで手に入れた？そいつの持ち主ならよく知っているって、俺から返しとくよっていうような話が出るんですが、この後です。はい。祝福で休むと D が消えています。じゃあどこに行ったのかなと思えば、はい。ここの扉がね、開いてんだよね。さあ、D が何かに刺されて、そして虫が飛んでいると。これって何だろうなという話なんですが、はい、D 死んじゃってます。で、ここにおります、フィアちゃん。やっと取り戻せました。尊い方が奪われた痕跡を。あなたともお別れです。最後に円卓の皆さんにお伝えください。I am fear. Desperate companion. ということだそうです。はい。まあ、フィアイベントに関してはね、詳細はもう少し追った先でお話ししようかなと思うんですが、独特な、なんて言うんだろう、考えを持っている人たちの集まりなのかな。集まりってわけじゃないか。その辺の設定がね、ちょっとフィアは難しいので、もう少し先のね、ところでお話を聞いてから、詳細語っていこうかなと思います。ね、あそこにもね、クソ食いってやつがいるんだけど、まあ、いや、まあ、喋っとくか。クソ食いのイベントはね、めんどくさい、正直。正直言うとめんどくさくて、各地にある、なんか、汚れみたいなのをどんどん集めていかないといけないんだよね。グラングにすごく似てるんだけど、それが結構手間だったりします。まあ、後半、次元イベントではないので、まあ、とりあえず一旦ほっときます。